無理やり結論に持っていこうとしてますけど、自分の持てる武器で、一人で戦っていける、それがかっこいい大人、ロックなかっこいい大人っていうことなんじゃないかなと僕は思うわけです。で、僕自身も、どこまでそこに近づけてるかわかんないですけど、一応実践して生きているっていう感じです。はい、最後これです。そんな感じなんですけど、時間的にどうですかね。残り15分か。質問コーナーとかって言っていいんですかね。質問とかあったりします？だから挙手制ってすごい嫌ですよね。どうしたらいいんですかね。みんな手挙げてください。わ、すげえ。うわ、すごい。どうしよっかな。誰にしよっかな。じゃあどうしよう。じゃあ一番後ろで口が半開きの彼。あ、じゃあ彼。はい、いいです。お話ありがとうございました。ありがとうございます。イエリさんはツイッターでイエリさんのアカウントのボットのアカウントもフォローしてる。ありがとうございます。そうですね。僕が考えるかっこいい大人って多分今のとちょっと似てて、やりたい、自分のやりたいことが見えてて、でなおかつそれを実現できてる人が僕の中でかっこいい大人だと思ってて、で世の中の人って多分すごい優柔不断だと思うんですよ、なんだかんだ言って、どの人も。で、なんで、だからこう自分の道をこうちょっと楽しみに行けてる人っていうのはすごい、例えばスポーツ選手だってそうだし、アーティストだってそうだし、すごいかっこよく見えるのかなって思ってて、で、イエレさんのかっこよさ、かっこいいと思ってるんですけど、イエレさんのかっこよさっていうのも多分、ツイッターで見てる限り、そのすごい自分のやりたいことをどんどん実現されてると思うんで、そういうところからこうかっこよさが出てくると思うんですけど、じゃその、流れていくと、そのイエリさんがそのなんか自分がやりたいことっていうのが見えてきた時のプロセス、なんかそこに苦悩があったのかとか、いつ頃だったのか、例えば結構その高校中退されてたりするのって結構挫折の経験だったりするんですけど、そういうのを乗り越えて自分のやりたいことをこう自分の軸にこう据えたそのプロセスっていうのをもし知ってはいきたいなと思ったんですけど。ああ、どうですかね。なんか見えてきたのって本当最近なんですよね。なんか、ああこれだったんだみたいなのは、そのさっき自己紹介のところで言わせてもらった場所作りみたいなのは最近本当見えてきて、そう考えると過去に何らかのやってきたことが全部点でつながったみたいな、点が線でつながったみたいな感覚がすごくあって、なんでつってもそのまだ全然ぼんやりしていて、これからもっと精度を上げて、その自分がやるべきことみたいなところを進めていかなきゃいけないんだろうなと思うんですけど、過去にやってきたことは本当に何ですかね、今思えばその、僕で言うとその場所を作っていくっていうか、場所作りを自分がするっていうところの理念に沿っていたなっていうふうに思うんですけど、当時は全然そんなこと考えてなかったし、とりあえずやれることだったり、やってて楽しいこと、結局そうですよね、なんかやって楽しかったことが結果、そのまま今も続いてるし、ビジネスにもなってるし、なので、結果楽しいことだけやってきたって感じですよね。で、挫折は挫折なんですけど、そうですね、なんか、これはすごい運が良かったんだろうなと思うんですけど、周りの理解がわりかし、その例えば高校行かないとかっていうことに関しても、親の理解は最初はなんか泣いたりしてましたけどね、でも、割ともう途中から諦めてくれたというか、見守るようになってくれたっていうのもあるし、自分自身寝たらすぐ忘れるというか、どんなに悩んでても、そういったいい特技を持ってたんで、そこはあんまり苦にならずに乗り越えてきたかなっていう感じなんですけど、
そうですね。うん。まあでも、その楽しいことだけど失敗したことももちろんいっぱいあって、なんか、まあ、特にネットビジネスだとやりやすいんですけど、そのダメだったら撤退費っていうのを繰り返せば、そのうち何か当たるんですよ。で、その撤退をどんぐらい早くやるかっていうのはすごい大事かなと僕は思うんですけど、なんで、まあ、失敗して撤退したのもいっぱいあるし、まあ、それこそ飲食店で失敗ってでかいじゃないですか。もう実際に店作っちゃうんで、でそれで撤退っていうのもあんだけ金かけたしっていうのもあるし、なんかあと1年待てば黒字の店になるんじゃないかみたいなふうに、なんかこうそう思い込みたい、そう思いたいっていうところで撤退が遅れたりして、結果痛手を被ってる、被ったっていうのももちろんあるし、なんで本当トライアンドエラーというか、とりあえずやってみてなんか違うなって思ったり、あこれはうまくいかねえなって思ったらもうすぐやめる、で次のアイデアに行く。結構人ってこういいアイデアだと思ったらもうそれに固執しがちなんですけど、実はそんなアイデアってそんなに何ですか、本当にもう画期的で誰も世界中誰も思いついてないみたいなアイデアって本当にそうそう思いつくわけなくて、なんかアイデアは本当に毎日思いついたら捨てていくみたいなぐらいの感じでいいんじゃないかなと思います。でそれがタイミングでうまいことこうこのアイデアとこのアイデアをくっつけたら、あなんかビジネスになりそうだなと思っておりゃっとやってみるみたいな、でダメだったらあちょっとやめてみよう。なんかそれも本当本当それの繰り返しを毎日やってるような感じですね。はい。ありがとうございます。他に何か聞きたいとか。なんです。端っこに移動したんですか。パソコンコンセントを押すんだ。あ、そうなんですね。はい、それはしょうがないです。あ、いいですか。はい、あどうぞ。早稲田1年の平野と申します。やっぱりお話聞いてて、内田裕也より内田裕也っぽい人は今後出てこないだろうし、家入さんより家入さんっぽい人は今後出てこないと思ったんですね。だからやっぱりこのロックな生き方をそのまま真似るだけじゃかっこよくなれないなと思って、じゃあどんな生き方がかっこいいんだろうと思った時、ロックって音楽じゃないですか。やっぱりその前はなんか R&B とかジャズとかが流行ってたりしたんで、じゃあロックの次はクラブミュージックかなと思って、うん、じゃあクラブミュージックで日本でなんかこうかっこよく内田裕也のクラブ版みたいな人になりそうな人って誰かなと思ったら、ちょっと今名前ど忘れしちゃったんですけど、あの Perfume とかキャリーパミューパミューとか仕掛けてる、あ中田あそう中田康隆さん、あ思い出しましたかなと思ったんですね。で、まあ、これ本当さっき思いついたことなんで全然自分の中ではまとまってないんですけど、じゃあ中田康隆っぽいっていうかクラブミュージックっぽい生き方ってどうなのかなと思った時に、クラブミュージックとかってまあサンプリングとかでこうある材料を自分でまあいっぱい持ってきたものを自分なりにアレンジして届けるとか、まあ、DJ とかもそうですし、なんかそんなこと考えたら最初の方のお話にあったあのマニュアルをどんどん取っかえ引っかえしていく生き方みたいなのが近いのかなって思ったんですけど、なんかそのじゃあクラブミュージックな生き方、このロックな生き方の次にかっこよくなる生き方ってどんな生き方なのかなと、はい、ちょっと難しいかもしれないですけどお伺いしたいです。そうですね、なんかそうですね、かっこいい生き方、なんか今回無理やりロックっていう方で内田裕也持ってきたとこもあって、実はそんなに内田裕也のこと詳しくなかったりするんですけど、なんかそのなんですかね、まあ、例えば尊敬する人がいたりしたらその人の生き方みたいなところに憧れたりするじゃないですか。でもなんか僕あんまそのすごいかっこいいなって思う人だったり、まあいいなって思う人がいたりするんですけど、なんか尊敬する人ってあんまり実際なくて、
なんか尊敬しちゃうとその時点でその人に勝てない気がしてきちゃうから、なんかあんま尊敬するって思わないようにしてるし、まあ実際思わないんですよね、まあ、ここはいいよね、でも自分はここがち、ここ自分的にはじゃあ自分はここはじゃあ自分の方がこっちの方じゃあ何この人のここはかっこいいけど別にそこは自分が目指すとこじゃないなみたいな、だからそういうふうに思っちゃうんで、で今後もかっこいい、今後の内田裕也を次にかっこいい人内田裕也を次にかっこいい人誰なんだろうな、内田裕也を次大画面で見ると本当は迫力あるね、すごいな、ね、おしめしゃみたいな、内田裕也は次にかっこいい、何なんだろうな、何なんですかね、まあ、プロデュースしていくみたいな感じなんですかね、中田康隆さんの生き方が分かんないんであれですけど、まあ、さっき の, その僕が今日プレゼンで喋らせてもらった内容で言うと、本当に、まあ、最近の流れでもあるかもしれないんですけど、流行り言葉かもしれないしあれですけど、本当に持ってるものを最小限にして、生活水準も本当に下げて最低こんぐらい稼げばいいみたいなところで仕事をやりながら生きてる人っていうのは最近ちょっと興味がすごくある部分ですね、僕自身できてない、そこはできてないので、まあ、例えば家すらないですみたいな人たちもいるわけじゃないですか、あのもう本当にノマド的な生き方を実験的にやってる人たちがいて、そういった人たちは今後、まあ、果たしてそのロールモデルになり得るのかとか、まあ、ね、本当ホームレスのおっちゃんとかそういう生き方してるわけですけどね、だからホームレスの人たちに一回話聞いてみたいなっていうのは思うんですけど、最近のノマドブームどう思いますかとか、ふざけんなって怒られると思うんですけど、まあ、なんか、うん、そういう人たちはちょっと今興味が、僕は興味があるって感じですかね。それが主流になるかどうかは分からない。